ということで白石駅到着いたしました。じゃあ今日はここがまあ最後ということで、反対側も行きましたけどね、私ねここのねなんかね駅の作りが結構好きなんですよ。というのをやったんだけど、前昔やったんだけど受けなかったんだよな。いいですねこの柱の配置が、なんとも言えない。ここなんですけどね、この結構この辺がやっぱり白石駅らしい作りしてるなっていう感じがしていいんですよね。そうここはねもうあからさまに、そうこの辺の改札の出口のあたりがもう斜めってるという、まあ、上の区割りが斜めってるところなんですけどね、だからというのもあるんですけれども、この広い幅の階段もなかなか独特な感じがして、こっちもねなんかこの丸まってる感がいいですよね。こういう壁はなんかあまり見ないや。そしてねここになんか地図出てなかった工事があるんですけども、ターミナル配置白石大規模修繕工事実施のお知らせとお願いということで、今月の1日からそれから11月までやってるみたいですけれども、まあ、お盆の期間だけお休みみたいな感じでね。ということは今出るとこれがすごいやってるって感じなんだ。そうで、そう環状通りと南郷通りとなんか川となんかその3つの線に囲まれている三角地帯なんですよね。このビル上から見ると本当三角形がよくわかるんですけれども、白石バスターミナルのところに来ましたけどね。おっとっと、なんかちょっとこっちの方曲がっていますか。でこのここにねフェンスで囲まれたところがあるんですけども、これ多分下暗渠になってると思うんですけれども、ここにちょうど川が流れてるんですよ。で向こうが南郷通り、そしてここが、今突き当たりが環状通り、ちょっと向こう行くとさっき言ったあの三園のあの辺あたりまで行けるんですけれどね。でこの道がこうやってきて、でそう直角じゃなくてちょっと鋭角で曲がるんですよね。で鋭角で曲がって、今環状通りのところに沿って歩いてますけれども、でここの交差点が南郷通りとぶつかります。まあ、ここは垂直っていうか直角に交わってるとは言い切れないんですけれども、それに近いぐらいの角度で間違ってますと言った方がいいかな。直角三角形っぽいような形なんですよね。若干違うけども、この角度見れば分かりますけども。で、今こちら曲がりました。これが今度南郷通りの方を歩いてます。まあ、バスターミナルですからね、ここで今度またここ曲がってさっきのこの角度見れば分かると思うんですけども、さっきのぐるり一周ここにまたたどり着くという形で、そうちょうど三角形になってるんですよ。というのがこれ白石駅の特徴。そしてここはあれかマンションの入り口なんでちょっと違いますね。でそれで先ほどの、入り口のところに戻ってきましたということです。餃子ニンニクのいい匂いがします。で今これがちょうど白石駅の真上に立っているビルなんですけれども、まだなんかやってるっていう感じではないですね。でもこっち側は、あ、そうか、曲がってて見えないだけか。まあ、ここが、地下鉄の白石駅で、JR の白石駅はこっち方向にかなりの距離行きますから、2キロだか3キロぐらい行くんで、まあ、歩くのは結構骨ですね。しかも夜ですからね。あ、そしてねここねツルハドラッグになってる。
前はここロイヤルホストだったんですけども、いつの間にかビルが変わって、ビルじゃないや、テナントが変わっちゃった。あらら、そうなんだ。そしてここが、なんだっけ、環状通り。環状通りで、そして、お向かいにあるのが白石区の複合庁舎ということで、まあ、区役所のようなもんだと思ってもらえればいいと思います。これもでも最近建ったんじゃないかな、お隣の、ビルとかも。これも私あんまりちょっと、ね、前にこの辺通ってた頃よりはちょっとなんか変わったなという感じです。まあ綺麗ですしね、見た目もね。まあだからこっちのビルも直すのかもわかんないですけれどね。ここにはファミマと、お隣は何だろう。お隣はね、あ、サイゼリアがある。サイゼがあるか。あ、そう。って感じなんですけども。ファミマでしょ。ファミリーマートでなんか最近増えますね。こんなところにサイゼリアができたんだ。なんかせっかくだからなんかサイゼリア久しぶりになんか食べようかな。そうだね、小腹空いたぐらいだったらなんかね、私にとってあんまりね量がないからあんまり食べた気しないんだけれども、若干今いろいろもうお腹の中入ってるから今だったらちょっと食べればいいかなって感じですよね。あ、そうだ、じゃあサイゼリア寄って今日おしまいにしようか。まあ、ということで、こちらでターメリック&、いや、ハヤシ&ターメリック、まあ、ターメリックのライスにハヤシルーをかけたという、まあ、ハヤシ&ターメリックライス499円いただきました。ここにね、白石駅の6番入り口、6番出口があって結構新しくて綺麗なんですよ。こっから入って新札幌行って今日おしまいにしましょう。やっぱりまあ最近できたっていう感じで、床とかも綺麗ですよね。まだちょっと汚れ始めてるけれども、まだまだ綺麗という感じです。でもまあここからは普通の いつも通りの白石駅ということで、どの辺ぐらいかな、この辺ぐらいから、そうですね、ただそう作り的に面白いのはここが行き止まりになってて、券売機とかが置いてて、そうで、この通路に対してまっすぐこの改札が置いてあると非常に珍しいかもしれないですね。ということで終点新札幌駅に到着しました。まあということでお昼歩きました新札幌の街、まあホームベースに戻ってきたという感じですけれども、すっかり暗くなってしまいました。あれは何だろう、あれはなんか室蘭行きの特急っぽいですね。まあ、ということで今日ここ新札幌駅からスタートしまして、まず24軒、東西線の24軒、そこから桑園駅まで歩きまして、でそこから札幌駅に JR で移動して、で次行ったのがどこだっけ、東方線の御園駅で、御園で豊平公園じゃなくて月寒公園にちょっとお邪魔しましたというか一周していました。で、月寒公園の後は今度は東方線、今度逆戻りして、で結構今日めちゃくちゃ走ったからちょっとあんま覚えてないですよ。あ、本当に北十二条、南北線の北十二条を歩きました。北十二条から、東方線の、北十三条東の方に、まあ、ちょっと歩きまして、でそこから新道東駅、新道東駅
で、元町まで一丁角で一駅分歩いてみました。でそこから一旦大通りに戻って、まあ、ちょっと順久堂に私用事があったんでそこで用事済ませて、で白石駅で白石駅から、まあ、戻ってきたというそういう感じになります。真っ暗なんで私の顔も真っ暗になってしまいましたね。昔はあんまり外歩くような人間じゃなかったのでそんなに日焼けはしなかったんですけれども、最近は顔とか手とか見るとほんのりと焼けてる時もありますが、まあ、ということで今日はまあ520円の1日散歩切符を使って、まあそれ一部ちょっと JR を使って、まあ、札幌市のいろんなところ、まあ、気になってたところをなんかいろいろ歩いてみたってそんな感じですけどね。まあということでじゃあ新札幌駅戻ってきて今日はこの辺にしましょう。ということで今回もご視聴いただきましてありがとうございます。また新しいシリーズでお会いいたしましょう。どうもありがとうございます。今回もご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。また概要欄より太郎の雑学カフェこちらに寄ることもできますのでぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。